皆さんこんにちは、てるです。今回は10月最後の週のウィークリーのセットアップを行いました。ハロウィン感を詰め込んだ出来になっております。ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。まずはセリアで購入したインテリアペーパーをカットしていきます。まずノートにバーチカルを下書きして、大体の大きさを決めてからカットしていっています。次にこのカットしたペーパーをノートに貼り付けていきます。バーチカルを書く部分だけ紙を切り抜いた形となっております。次に使うのが無印良品で買ったこのマスキングテープ。切りやすいようにミシン線の入っている、本来はタスクを書くときに使うようなマスキングテープになります。今回はこちらをバーチカルの欄として使っていきます。このような感じで2目盛りずつカットできるようにミシン線が入っているようです。普通にタスク管理とかでもすごく使いやすそうなマスキングテープです。このマスキングテープを10月最後の週は3日なので、3日分シールを貼っていきます。コピックライナーの 0.05 mm の太さのものを使って、いつものように時間軸のガイドラインを引いていきます。普段バーチカルの下に書いているフリースペースの部分ですが、今回はペーパーを貼っているので、セリアで購入した便箋を大きさに合わせてカットして貼っていきたいと思います。次に10月のモチーフとして使っていたハロウィンのシールを使ってページをデコレーションしていきます。どう使うか悩んでいたハロウィンと書かれているシールなんですが、31日の当日に使うことにしました。もう片方のページにも同じ種類のペーパーを貼っていきます。右ページの方は10月最後に1ヶ月の振り返りをしたいと思って書く量があると思うので、便箋をまた使うんですが、表のカラーの入っている方ではなく裏返した面を使っていきます。大きさは少しカットして調整しておきました。そのままだと寂しいのでシールでデコレーションしていきます。このような形で完成しました。10月最後ということで、いろいろなペーパーやシールをふんだんに使ってハロウィンっぽい感じで仕上げることができたかなと思います。今回はなかなか使う機会のなかった無地のマスキングテープを使えてよかったです。結構使いやすそうなテープなので、これからタスク管理とか他のことにも使っていけたらいいなと思っています。今回はこのような形で10月最後のウィークリーをセットアップしました。いかがだったでしょうか。次は11月のセットアップの動画になるかと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。